日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。今年もやってきましたミスド夏のチーズ祭りを開催したいと思います。なチーズだけじゃないや、今年はこちらにクロワッサンドーナツ、アップルカスタード、どっちかがレモン入り、どっちかがノーマルというのもあります。で、あと去年もあったチーズタルトコラボのチョコチーズタルトとチーズクリーム、通称のチーズタルトもあるんですけど、それは去年って食べたので今年は残る4つをいただきたいと思います。まずはタルトからいただきましょうかね。おーといっても下の生地はオールドファッションドーナツなので思うタルトとは違うと思う。ちょっとおー、チョコレートクリームがしっかりそこまで入って美味しそうです。でも崩れないように気をつけないと。それではいただきます。続いてはリンゴクロワッサンドーナツ、いやアップルパイクロワッサンドーナツだけどっちでもいいか。サクサクしてるのかな、レモンが入ってるのか入ってないのか、どちらでも楽しみです。では続いてはチーズクリーム、中に入っているクリームはもう はみ出すぐらいたっぷりですよ。通常のエンゼルクリームとはまた違った言い方をしますね。前に食べたフルーツのパタッと同じかな。ではチャンネル登録よろしくお願いします。ラストはもう一方のクロワッサンドーナツ、先ほどは甘酸っぱさは感じなかったので多分こちらがレモンだと思うんですが、どうなのかな。それではラスト。今年のチーズコラボもさっぱりできた。アップルパイも入ってるから酸っぱいだけじゃない甘酸っぱいもあって満足できたでしょう。はい、とっても満足できましたし、久しぶりに食べたクロワッサンドーナツも相変わらずのサクサク生地で美味しかったです。また来年もコラボしてほしいな。次は夏のフルーツで最初に食べたチョコクリーチーズクリームタルトドーナツはチーズの酸味がかなり強めに出ていて、下のしっとりとしたオールドファッション生地とよく合っていました。一方でチョコレートは甘さも苦味もかなり控えめで、あくまでチーズの補佐的な印象ですね。なのでチョコを求めて買ってしまうとかもしれません。反対にチーズがお好きなのであれば食べてほしいです。同じくチーズクリームが使われているチーズクリームドーナツについても結構チーズの酸味が強くてさっぱりといただくことができました。これはまあ純粋にチーズのみで勝負している印象です。そして2種類のアップルパイクロワッサンドーナツ、どちらもサクッとした生地を噛むとバリバリと聞こえる心地よい音が聞こえてきました。でレモンが入っている方はそこまでレモンの酸味が強烈ではなく甘さは控えめ、通常版はそれよりも甘さが強くて結構甘めの味付けになっていました。どちらもリンゴの甘酸っぱさ、じゅわっとした果汁は感じることができましたので、リンゴがお好きなのであれば食べてほしいです。自分はどちらもそれぞれに良さがあるのでこれに優劣はないですね。というわけで今回は2種類のリンゴクロワッサンドーナツが、もうリンゴだったりアップルパイだったり統一されてませんがどちらもとても美味しかったので、はい、これはこちらの点数6点とさせていただきます。それでは建国記念日少年憂いは未来から、いや憂いってはダメ、前に進まないと。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。